試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせします。先攻、日本大学水沢高校。1番ショート小林くん。ショート小林くん。2番セカンド石橋くん。セカンド石橋くん。3番ファースト石田くん。ファースト石田くん。4番ライト青山くん。ライト青山くん。5番センター伊藤くん。センター伊藤くん。6番キャッチャー島中くん。キャッチャー島中くん。7番レフト岡くん。レフト岡くん。8番サード渡辺くん。サード渡辺くん。9番ピッチャー石垣くん。ピッチャー石垣くん。対します高校慶応義塾高校。1番ショート佐藤くん。ショート佐藤くん。2番サード石黒くん。石黒くん。3番ファースト渡辺くん。ファースト渡辺くん。4番キャッチャー上田くん。キャッチャー上田くん。5番ピッチャー白村くん。ピッチャー白村くん。6番レフト宮下くん。レフト宮下くん。7番センター荒川くん。センター荒川くん。8番ライト春山くん。ライト春山くん。9番セカンド杉山くん。セカンド杉山くん。なお審判員は球審久住。球審久住。1塁飯島。1塁飯島。2塁高田。2塁高田。3塁島田。3塁島田。以上4種でございます。なおこの試合のアナウンスは朝陽高校野球部マネージャー斉藤が担当いたします。